皆さんこんにちは。今回の動画では人間のように自然に喋って歌うアバター動画を生成できる AI ツールヘドラキャラクター 1.5 Google の高品質画像生成 AI ツールの最新版 Imagen3 世界最高品質の動画が無料でも作れるようになったランウェイの高速動画生成 AI ツール Gen3α ターボ OpenAI の最新 LLMGPT-4o の改良版などここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し Apple がロボットアーム付きスマートホームデバイスを開発中 AI チャットボットの使用傾向レポートなど AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずはヘドラキャラクター 1.5 の紹介です。 AI スタートアップのヘドラは人物画像と音声をアップロードして話したり歌ったりするアバター動画を生成できる AI ツールの最新版キャラクター 1.5 を公開しました。キャラクター 1.5 ではスタイルという要素が追加されてアップロードした人物画像のアイデンティティを維持しながら別のキャラクターに変身でき、さらにより鮮明に動画を出力できるようになって、自然な瞬きや頭の動きによるよりリアルなリップシンク動画を作れるようになりました。ヘドラはツールページの右上にあるサインインボタンを押した後に出てくる画面で Google アカウントなどでログインすればある程度無料で利用できます。使い方としてはログイン後の画面の上の方にあるクリエイトボタンを押し、キャラクターの部分に人物画像をアップロードします。ここでアップロードした画像の下部のスタイライズボタンを押した先で、テキストで指示して人物画像のスタイルを変更できるようになりました。次に画面左側のインポートオーディオの部分で音声をアップロードし、最後に画面右側のジェネレートビデオボタンを押すと、こんな感じのリップシンク動画が生成されます。これはヘドラキャラクター 1.5 のデモ動画です。まばたきや頭の動きなどを含めうまくリップシンクできていると思います。いかがでしょうか。 1.5 になってリップシンク機能が進化し、唇や顔の動きなどもかなり自然になったと思います。なおオーディオの部分でジェネレートオーディオを選択すると特定のテキストを特定のボイスに喋らせることができ、ログイン後の画面上部にあるスタイライズボタンを押すと、アップロードした人物画像のスタイルを変更できます。なお、ヘドラにはサブスクプランが用意されていて、サブスク登録すると、より長いリップシンク動画を作ることができ、動画の透かしを消して、商用利用も可能になります。続いては、Imagen3 の紹介です。 Google DeepMind はテキストから画像を生成できる画像生成 AI ツールの最新版 Imagen3 を公開しました。ツールの公開と同時に論文も公開されていて、それによれば Imagen3 は多くの評価指標で DALL-E3、 Stable Diffusion3、 Midjourney V6 などの他社の有名画像生成 AI モデルの評価を上回ったとしていて、特に写真のようなリアルな画像を作り出す能力や長くて複雑な指示に正確に従い画像を生成する力が非常に優れているとしています。 Imagen3 はツール公式ページの Try It's on ImagenFX ボタンを押し、任意の Google アカウントでログインすれば無料で利用でき、ログイン後の画面の左側にあるフォームに作りたい画像のイメージをテキスト入力して作成ボタンを押せば画像が生成され、作った画像はダウンロードできます。 Imagen3 の特徴として、一度画像を作るとプロンプトの一部に自動でタブができ、タブでプロンプトを変更して別タイプの画像を作れます。ちなみに Imagen3 に関しては今後ジェミニなどの Google 製品にも実装される予定とのことです。なお Imagen3 の使い方に関しては
このチャンネルの別動画で詳しく解説していますので、興味のある方はそちらの動画をご覧ください。続いては、Gen 3 Alpha Turbo の紹介です。ランウェイは、7月に公開したテキストや画像から動画を生成できる AI ツールの最新版、Gen 3 Alpha と同等のパフォーマンスを維持しつつ、動画生成スピードを上げたモデル、Gen 3 Alpha Turbo を公開しました。このモデルには、画像から動画を生成できる機能しか実装されていませんが、無料ユーザーも利用可能です。Gen 3 Alpha Turbo は、同機能のプロジェクトページの、Try Gen 3 Alpha ボタンを押して、Google アカウントなどでログインし、ログイン後のページの上部にある、Get Started ボタンを押した先のページで、上部のタブから、Gen 3 Alpha Turbo を選べば利用でき、画像アイコンの部分に画像をアップロードし、下部のフォームに画像をどう動かしたいかをテキスト入力して、10秒か5秒のどちらの動画を作るかを選択し、ジェネレートボタンを押せば、5秒の動画であれば15秒程度で生成されます。現状、無料で使える動画生成 AI ツールの中では最高峰のクオリティなので、動画生成クレジットが残っている方は、ぜひ一度試してみてください。続いては、新型 GPT-4o の紹介です。OpenAI は、8月13日、ChatGPT に、同社の最新大規模言語モデル、GPT-4o の新モデルを実装したと発表しました。OpenAI によると、この GPT-4o の新モデルは、GPT-4o の改良版ということですが、どこがどのように変わったかは公表していません。OpenAI は、この GPT-4o の改良版について、API としては、ChatGPT-4o Latest という名前で提供を開始していて、LLM の評価を人間に競わせてランキング化するチャットボットアリーナでは、ChatGPT-4o Latest が、Google の Gemini 1.5 Pro を抜いて総合ランキングで1位になったとしており、数週間前から名前を隠して登場していたアノニマスチャットボットというのはチャット GPT-4o レイテストだったようです。ちなみに日本語だけのランキングではチャット GPT-4o レイテストは3位で、依然としてジェミニ 1.5 プロが1位となっています。続いてはグロック2の紹介です。米国の AI 企業 XAI はX の情報にリアルタイムにアクセス可能な大規模言語モデルの最新版グロック2と、回答速度が高速な小型バージョン、グロック2ミニの早期アクセスを開始しました。X の有料プランのプレミアムと X プレミアムプラスプランのユーザーは、X のグロックタブからグロック2ミニを利用できます。グロック2は、各種 LLM の有名ベンチマークで、OpenAI の GPT-4 Turbo や Anthropic の Claude 3 Opus を上回るスコアを出しており、Grok 2 Mini も GPT-4 Turbo や Claude 3 Opus とほぼ同等のスコアを出しています。また、Grok では先日 AI スタートアップの Black Forest Labs が公開したネットで人気の画像生成 AI FLAX1 も利用できるので、グロック上でテキストから画像も作れるようになりました。さらに、XAI は8月後半に開発者向けにグロック2とグロック2ミニの API の提供を開始する予定だとしています。なお、XAI を立ち上げた実業家のイーロン・マスク氏は、以前行ったインタビューで、グロック2の次期バージョンとされるグロック 3.0 について、世界で最も強力な AI になると発言しています。続いては、ナプキンの紹介です。自分で用意したり AI で生成したテキストデータから、わかりやすいグラフや図を生成してくれる AI ツール、ナプキンが公開されました。テキストデータは AI で生成することもでき、生成したグラフや図は、後から色を変えたり、文字のフォントを変えたりと、自分の好きなようにカスタマイズでき、複数形式でダウンロードできます。
ナプキンはツールページに行って、ゲットナプキンフリーボタンを押し、Google アカウントでログインすれば無料で利用できます。使い方としては、ログイン後の画面にあるクリエイトマイファーストナプキンボタンを押すと、テキストデータを入力するか、フォームに指示文を入力してテキストデータを生成可能で、例えば作りたい資料の内容をフォームにテキスト入力して送信すると、テキストデータが出力され、テキストデータの段落の左側にマウスオーバーすると水色の雷アイコンが出てくるので、そのアイコンを押せば段落の文章をもとに図やグラフを生成してくれ、図やグラフの形や色を変えて編集可能で、図やグラフは画像や PDF ファイルとして個別にダウンロードできます。なお、生成・編集したページは画面右上にあるシェアボタンを押すと PDF ファイルでダウンロードしたり、ウェブサイトのリンクとして他人に共有可能です。続いてはロングライターの紹介です。現在主流の大規模言語モデルは長い文章入力処理に対応していますが、長い文章の出力はまだまだ苦手としています。中国の清華大学の研究者らはこれを解決するため、1万語以上の単語の出力を可能にしたオープンソースの大規模言語モデルロングライターを公開しました。ロングライターは GitHub でソースコードが公開されていて、ハギングフェイスで無料のデモも用意されています。デモでは下部のフォームに、例えば2000年代の生成 AI の歴史を5000文字以内で書いてくださいといった感じで入力して、サブミットボタンを押せば長文を執筆して出力してくれます。なお、デモは一度使うと数時間使えなくなるので、本格的に使いたい場合は自分でモデルを PC にインストールして使う必要があります。続いては Google AI Overviews 日本語版の紹介です。 Google は8月15日すでに米国で展開していた同社の AI 搭載検索機能 AI Overviews について日本を含む6カ国で提供を開始すると発表しました。今後数週間かけて段階的に展開されるとのことで、 AI Overviews が導入された Google 検索に特定の文言を入力すると、検索結果に AI による概要が表示されるようになるようです。ちなみに試しに Google 検索してみましたが、まだ Search Labs AI による概要になっていました。なお、米国ユーザーに対しては AI Overviews に AI による概要を保存して後で参照できるなどの新機能が実装されるとのことです。続いてはエージェント級の紹介です。 AI 会社のマルチオンはウェブ上で自律的に行動し、計画を立て自己修復する能力を持つ次世代 AI エージェント、エージェント Q を発表しました。エージェント Q のニュースリリースページによると、エージェント Q は検索、自己批評、強化学習を組み合わせた先進的な手法を採用しており、従来の AI モデルが直面していた複雑な多段階推論タスクの課題を克服したとしています。エージェント Q のデモ動画では、今週の水曜日の午後10時にレストランで2名分の予約を取ってくださいとお願いすると、 AI エージェントがレストランを予約してくれたり、明日の3時に1時間のミーティングをスケジューリングしてくださいとお願いすると、 AI エージェントが Google カレンダーなどでミーティングを予約してくれています。まだ実際に触れるページや価格が公開されていないので何とも言えませんが、エージェント Q は2024年後半に提供される予定で、順番待ちリストに登録すると早期アクセスできるようです。続いてはピックスバースの新機能の紹介です。テキストや画像から動画を生成できる AI ツールピックスバースですが、この度新たに UI が日本語などの6言語に対応したと発表しました。ピックスバースはツールページの右上にあるトライピックスバースボタンを押して、 Google アカウントなどを使ってログインすれば
毎日動画を生成できるクレジットが付与されるので、ある程度無料で利用できます。ログイン後の画面右上で表示言語を切り替えることが可能で、日本語テキストから動画を作ることもできます。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずはアップルがロボットアーム付きスマートホームデバイスを開発中の噂です。Mac 系のニュースサイト、Mac Rumors は、アップルが iPad 風のディスプレイとロボットアームを組み合わせたスマートホームデバイスを開発中であると報じました。このデバイスは、360度回転可能な薄型ロボットアームを搭載し、Siri による音声コマンドで AI 機能を操作でき、改良版の iPadOS を搭載し、ビデオ会議ツール、リモート型のホームセキュリティデバイスとして動作するとしています。なお、Apple はこのスマートホームデバイスについて、2026年か2027年の発売を目指し、価格は約1000ドルを想定しているとのことです。続いては、AI チャットボットの使用傾向レポートの話題です。米国の日刊紙ワシントンポストは、 AI チャットボットの実際の使用傾向について、チャット GPT を使用した100万件を超える実際のユーザー会話のデータベースであるワイルドチャットから約20万件の英語での会話データを分析したレポートを公開しました。それによると、最も多い用途は創作活動とロールプレイで、これが全会話の 21% を占め、学生の宿題や課題のサポートが 18% で2位、従来の検索エンジンに似た検索や質問が 17% で3位となり、仕事やビジネス関連の利用は 15% にとどまりました。日本語のユーザー会話だとどういう結果になるのか気になります。続いては、効率的に掃除する犬型清掃ロボット、ベロの話題です。イタリア工科大学の研究チームは、2024年7月にニューラルネットワークを搭載した犬型清掃ロボットベロを発表しました。ベロは犬型の4足歩行ロボットに掃除機を搭載し、搭載されたカメラとニューラルネットワークによってゴミを自動で識別し、複雑な地形でも効率的に歩行しながらタバコの吸い殻などのゴミを収集できるとのことです。ベロは環境保護に大きく貢献する可能性を秘めていて、清掃以外にも農業、インフラ点検、建設作業など多様な分野での応用が期待されます。続いては、ドリームマシーンが1000万ユーザー突破の話題です。2024年6月に 3D 系のツールを開発するルマ AI により突如公開された動画生成 AI ツール、ドリームマシーンは SNS でも評価が高く、 X には今でも多くの動画が投稿されていますが、ルマ AI の CEO のアミット・ジェイン氏は自身の X にて、ドリームマシーンが公開から7週間で1000万ユーザーに到達したと発表しました。なお、ウェブのトラフィックを分析するシミラーウェブのレポートでも、ドリームマシーンのトラフィックが大きく伸びていると報告されており、現在の世界の AI 市場で動画生成 AI ツールの存在がいかに大きいかがわかります。続いては、パープレキシティとポリマーケットが提携の話題です。 AI 検索エンジンを手掛けるパープレキシティは、ユーザーが世界の出来事にかけることのできるプラットフォーム、ポリマーケットとパートナーシップを結んだと発表しました。テクノロジー系のメディアテッククランチによると、この提携により、ポリマーケット上のイベントを押すと、パープレキシティの検索結果に基づいたニュースの要約が表示され、さらに質問できる検索ボックスも追加されます。また、ポリマーケットはパープレキシティの簡単に記事を作れるページ図機能を使用して、パープレキシティのディスカバーページにコラムを掲載するとのことです。この提携により、ポリマーケットはパープレキシティの API カスタマーとなり、
パープレキシティはユーザーの API の呼び出しから収益を得ることになります。続いてはインディードが GPT モデルを活用して求人情報を提供の話題です。 OpenAI は同社のブログを更新し、求人情報専門の検索エンジンを手掛けるインディードとの取り組み事例を公開しました。それによるとインディードは設立以来 AI を活用して求職者と企業を結びつけていましたが、 OpenAI の GPT モデルを使用することで求職者にパーソナライズされた求人情報を提供することが可能になり、求職者の応募率と採用率が上昇したとしています。インディードは将来的にはさらに多くの求職者と企業を結びつけることを目指しているといい、今後も GPT モデルを活用し、より多くの求職者に最適な求人情報を提供する未来が期待されます。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。